ここ渡ってけって言われたんですけど、全然うまい。表示とかは特に何もついてない普通の。今日は家族と魚釣りに来ました。釣り堀ですね。私たちが住んでるドゥマゲテっていう町から1時間ぐらいバイクに乗ってきました。で、今実はねもう釣りが終わったところなんですけど、あまりにもねワイルドすぎて撮影が後になってます。なので今からちょっとどこで釣ったのかというところを見に行きたいと思います。こういうあのなんていうんですかね、池というか養殖場の上に机とかあってそこで食べられるような場所があります。で、周りはこれミルクフィッシュって言ってたんで、あのこっちでは結構メジャーな淡水魚なんですかねになります。非常にあの白身美味しい。で、値段も一匹大きいのでキロどうですかね、200-300ペソぐらい、だから600円前後ぐらいはしたような結構高級な部類の魚だと思います。それがあの大体この手のこの幅ぐらいですねの大きさの魚を今8匹ぐらい釣ってきました。でね、ここ渡ってけって言われたんですけど、めちゃめちゃ怖いんですよね。ちょっと撮影しながらな。しかもね、この右のね板がしなるんですよ、左より。確実に危ない気がしますんで、もしここ来る方はお気をつけください。で、この危ない橋の後にはこの謎のもう通路と呼べないこの道を行って釣り堀を目指します。昔なんとか探検隊ってありましたけど、半分そんな心境です。今日はね風が強くてね、なかなか大変なんですけど、ちょっとじゃあこのまま釣り堀を目指します。お、見えてきた。危ない。よし、もう少し。ここですね。到着、さっきまでここで我々は釣ってました。これ、一面その養殖されてるミルクフィッシュがいるとこで、今もあの水面が多分画面では映ってるといいんですけど、ポコポコっとしてたりするんだと思います。これはあのさっき巻き絵をね、映ってるかな、あの我々がするときにこう直径数ミリの餌をね巻いたんですよ。巻き絵をした時の、今日風が強いんで岸にだいぶ流れてきちゃってますけど、その巻き絵の残骸を食べてるんだと思います。天気はね非常に今日いいですね。ただ風が強い。本当にこういう木が生い茂ってて、こういうところでね、フィリピン海とかのイメージが強いんだと思いますけど、こういうあのドローカルな場所で魚釣りをして楽しむっていうのも、もしかしたら旅行者の方には面白いツアーの一つになるのかもしれないです。概要欄もしくはあのこの動画のどこかでこの釣り堀の看板あの撮影しておきますので、 Google マップとかで入れればこの場所は分かります。で、もしまあこの町に遊びに来たいという方で、私が何かお手伝いできることあれば、概要欄にあるメールアドレスもしくはこのコメント欄ですね、動画のそこで一言言っていただければと思います。じゃあご飯食べなきゃなんで、今ねその
釣った魚8匹ぐらい用意してもらってるんで、それを食べに帰ります。釣れそうな雰囲気。釣ってます。いいね、すごいね。いいじゃん。何匹目？大量です。この通常米の袋に魚だいたい1キロぐらい入ってるようです。魚の数でいうと7、8匹ですね。 Thank you. Oh, very much, very much. Yes, very good, very good. Thank you. So, don't forget to come to my rice.I forgot already my Japanese. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5... So... grill and kinilau... and... soup... soup, what? Soup, head bone. Soup, very good. Oh, just soup, kinilau... grill, fry... It's okay? Fry also? Good in... We have to check how many fish. Oh. Besides, aku bahala.Oh. So I will let you try. Okay, okay, please. And then the garlic prawns. Garlic shrimp. Hi, okay. And the rice. And rice. Thank you. Thank you. ここのお店の名前がですね、ブラビンズポンドレストバーって書いてますね。Google マップの URL か何かは概要欄に貼っておきます。Welcome。ここがね、来た時にここに人がいるんで、ここでいろいろ両方ね、選択肢があって、両方っていうか2つ選択肢があって、普通にこう注文することもできます。魚釣りをしないでですね。その時のこれがメニューですけど、なんかね、おすすめがこの上から3つ星がついてるガーリックプラウンズ。プラウンズってエビみたいですね。だからエビのガーリック炒めみたいな感じなのか分かりませんが、これ美味しいみたいです。でエビはここ魚釣りでやってませんので、私たちはね、これは別で頼みました。であとはいろいろメニューが豚肉とか鶏肉とかあるんですけど、ここでその魚釣りをやったら釣り自体はタダらしいんですね。ただ釣ったものをこういくら、キロ190ペソって上に書いてますけど、このだから200ペソとして、まあ、190、380、400円ちょっとですか、1キロ。それで買うっていうことみたいです。で、あと、餌とか、釣り竿とかは貸してくれます。ただ、まあ、釣り竿って言ってもね、なかなかワイルドな釣り竿なんで、後でお見せしますけど。で、ここにいろいろ書いてますね。トゥーラーとか、キラウとかプリートとか、これなんか料理をねすると、まあこれが料理の料金なのかちょっと私分かりませんが、料理はスープ、キニラウってお刺身みたいなやつのココナッツミルクとか酢で締めたものですけど、そういったものをするとまあだいたい100円弱ぐらいの料理料金は払わなきゃいけないと。まあでもそれくらいのね、激安で料理してここで食べることはできます。もちろん持って帰ることも可能みたいです。ビールはねあるんかな、書いてないけど、まあどっちにしろ今日バイクなんで私は飲めません。後でビールがあるか聞いておきます。
ここで魚を焼いてくれてるみたいです。おお、looks yummy。これはうまそうですね。炭火焼き。トイレもねあるみたいですけど、おそらくそんなに綺麗ではないと思われるんで、あんまりこういうところのトイレはね使わない方が日本の方はいいかもしれないです。あ、でもそんなにねものすごく汚いってことはないですね。使える範囲だと思います。じゃあこのテーブルに向かいます。この橋が相変わらず怖いですけど、どこに座ろうかな。まあここがいいか。おえん、イエスイエス、ここにします。今日は家族4人なんでちょうどいいテーブルです。今日来る前に電話して聞いたら、このアキラで予約をしてくれてたみたいですね。もうちょっとこのテーブルからは景色いいですよね。山がね向こうに見えます。特に今日は天気がそこそこいいんで、すごいありですね。でなんかね、鶴じゃないですけど、何なのかな、詐欺なんかよくわかんないですけど、そういうのがこの辺に、あれどこだ、この辺にいます。頭だけ今見えてますね。こういう、あ、ちょっと見えたかな、こういうのもいます。料理が来ました。これがね、素揚げ、フライドって言ったから、パン粉みたいなエビフライ的なものを想像したら違いますね。これ完全に素揚げだと思います。と、こっちが焼きですね。じゃあ早速食べてみたいと思います。お、スープも来ました。サランマー。これがスープ。これが邪魔だな。こういう、ああ、これなんか頭とね骨が、だしのスープだって言ってたと思います。これがね美味しいんで頼めということでした。この後ご飯もやっていきます。あとエビですね。辛いけど美味しいって今教えてもらったキニラウです。これはめちゃめちゃ新鮮ですよね。楽しみだ。これちょっといただきたいですけど、ご飯が来るまで待ちます。今日はね風が強いんですよね。楽しみ。じゃあまずこのフライドフィッシュからいただきます。あ、骨があるな。あ、食べれる。うん、うまい。カリカリで味もついてて非常にうまいです。これ薄味というかビールのつまみに良さそうな感じですね。いただきます。うん、うんうんうん、これはね完全に焼き魚そのものですね。日本からじゃないや、家から醤油を、ソイソースをキッコーマン持ってきたんで、ちょっと食べます。うん、あ、この醤油があった方が全然うまいです。塩味とかは特に何もついてない、普通の炭火焼きの魚という感じです。美味しい。これがね、キニラウ。じゃあいただきます。これ釣ったばっかりですね。うん、あ、これは辛いや、辛い。子供はちょっと食べれなそう。でもものすごい美味しい。身がねプリプリっていうんですかね、硬い感じ、歯ごたえがあって、これはぜひこちらの
方に遊びに来ていただいた際には食べていただくといいと思います。そしてスープ、あれ、スプーンをください。スープいただきます。さっきの魚の頭の出汁のスープ、非常にね、あっさり、二日酔いの次の日に飲みたいような、すごい優しい味、美味しい。これもね、このスープと、まあ、辛いのが大丈夫な人はこのキニラ、あとはビールのつまみ、ビールはね売ってるみたいです、普通のフィリピンの料理が、料理じゃない、フィリピンのビールが。なのでこういうところでゆっくり景色を見ながら食べて飲んでいただければと思います。ただ、運転があるという方がまずいんで、まあ、ツアーとかでね来るのがいいんだと思います。ツアー見つからなかったら私にお声掛けいただければなんとかできるかもしれません。じゃあこのまま家族と一緒にご飯食べていきます。エビを紹介するの忘れてました。これもうまそうですね。このまま食べれるのかな。ちょっと行ってみます。多分皮むくやつですね。味はね、うまい。なんだ、そんな辛くない。ちょっと何味、なんだ、バーベキューみたいな。ごちそうさまでした。いやいやいや、お腹いっぱいです。ご飯3人分、まあ、家族4人でですね。で、キニラル、魚の刺身みたいなやつ、かなり辛かったです。あと、まあ、ただ新鮮で美味しかったです。あと焼き魚と揚げた魚、揚げた魚はね、もう骨までバリバリっと食べられて非常に良かった。逆に焼き魚はね、骨をちょっと取らなきゃいけないんで、そこが面倒くさいかもしれないですね。エビはね、味付けがかなりね甘いガーリックの感じで、好き嫌いが分かれると思います。単純に塩コショウとかのが美味しい気もしますけど、まあまあ、ここの売りのソースなんで、あれはあれでいいんだと思います。で、お金を払います。ハロー、チェックプリーズ。フィニッシュ。フィニッシュ、イエスイエス。569。569。OK、OK、OK、OK。Yes.Yes, yes. Very good. You share YouTube or blogger? This Japanese subscriber is watching this video. Oh, you want to say hi to Japanese people? Hi. Konnichiwa. Okay. Very nice. You enjoy food, okay? Yes, very good. Thank you. Fried and the baked ebi shrimp, prawn. Very good. Vegetable dish. Maybe tell you budget. Okay, we have like three people and please like 800 peso. Whatever. Blah, blah, blah. 大丈夫。So maybe next time when Japanese tourists come here, yeah, maybe I tell you 1,000 or whatever. If they want chicken dish, but.So, Philippine government donate something for the people, or like rice or money or? Money, but a little bit. Oh. Because for me, we close 3 months.
Oh, really? So no income for 3 months. Government doesn't give you... Later, much later. And then we had to fight. They had to shame us first before we could get... Actually...